はい。おはようございます。榎本隆之ですえ。今日のテーマは、えっ、ー、と、今日はね、2020年5月5日に撮ってますけれどもね、えっ、ー、と、まあ、5月6日までの、えー、自粛が、えー、5月末日まで、えー、延長になりましたね。で、えー、どんなことが起こってくるかなっていうふうに思うと、 多分ね、飲食店そろそろ、えー、閉めてるお店も開け始めるんじゃないか。まあ自粛要請は出てますけども、まあ1ヶ月は我慢できても2ヶ月目は我慢できないっていうお店がどんどん増えてくると思いますし、そして、えー、お客様も 少しずつ、えー、外に出始めてくるのではないかと思います。まあ、一応ね、5月31日が、えー、期限で、それ以降また動き出し、大きく動き出すとは思うんですけども、まあ、その6月1日を前に、えー、ちょっとずつ助走を始めていくといいと思っています。助走っていうのは何かっていうと、まあ、集客活動ですね。今ななかなか まあお店は、やってるお店があったとしても、開けてはいるけども、宣伝はしないっていう形でやってるところ多いと思うんですけどもね、あの、ちょっとずつ、私たち営業してますよっていうアピールから始めて、動き出しを取っていくといいんじゃないかなというふうに思っています。それでは、今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。